また誘ってくださいね。ああ、またね。今さら65点の女と付き合うかよ。ブラックワールド。俺の名前は亮太。大手商社勤務で年収は1000万円だ。年収1000万円は上位 4.8% に入る勝ち組。まして俺のように28歳で年収1000万となるともっと少なく勝ち組の中の勝ち組と言うべきだろう。商社勤務と聞くと華やかなイメージがあるかもしれないが、ゴリゴリに泥臭い営業の仕事だ。正直学生時代からずっと勉強ばかりしてきたのに、憧れのサラリーマン生活には華やかさが欠ける。社内に女っ気も少なかった。学生時代は友人たちが恋愛や遊びにうつつを抜かしている間に必死に勉強し、今のように大手商社に勤めることができるようになった。うちの会社の飲み会は体育会系のゴリゴリの営業マンが多いだけあって、派手に飲みまくるやつが多い。学生の頃勉強はできたがモテなかったり、恋人を作る余裕がなかったりしたやつらが多いので、酔いが回ると大抵女の話になる。おい亮太、大口の契約取ってきたそうじゃないか。やるな。ありがとうございます先輩。それであっちの方はどうなんだ。女性関係ですか。もちろん遊んでますよ。我々営業マンはトークが武器ですから、女を口説くのは参考になりますよ。ええようになったじゃないか。まあ確かに血気盛んな我々に女は必要不可欠だ。さあ飲め飲め。仕事終わりには合コンやコリドー街で女と飲むことが多い。ナンパの聖地とも言われる銀座コリドー街でナンパ待ちしているような女なら余裕でナンパを成功させる自信がある。暇？この店で一緒に食事しない？ここテレビでも紹介されてた高級店で。お金なら心配しなくていいよ。一人で食べるのも味気ないから、君みたいな可愛い子を誘っただけさ。俺がさりげなく着こなしているスーツや小物など全てブランド物だ。女は金の匂いに敏感だ。さりげなく年収1000万円の商社マンだと伝えれば、大抵の女は好感触になる。営業マンになって6年になるので、トークは得意だったし度胸もついていた。はっきり言って商社マンはモテる。この女顔もスタイルもまあまあってところか。70点くらい、いやちょっと点数甘いな。65点ってところかな。ワインを傾けながら女の外見を値踏みする。女には困らないのだが、モテる分女に対する理想も高くなってしまっていた。また誘ってくださいね。ああまたね。連絡先を交換したものの連絡を取るつもりはない。今さら65点の女と付き合うかよ。よりいい女を落とすために商社マンブランドに加えてタワーマン住みのステータスを加えることにしよう。タワーマンションといってもピンキリだ。当然俺は高級タワーマンションに住むことにした。この即断即決で常に前進し続ける姿勢こそ商社マンに必要な資質だと俺は思う。年収1000万円という口説き文句をたびたび口にする俺だが、もちろん手取りが1000万円なわけではない。額面1000万円だ。各種税金が270万円ほど引かれるので、月収の手取りは平均60万円ほどとなる。 1LDK で家賃月25万の高級タワーマンに住むことにしたため、収入の 40% くらいが住宅費に消えることになった。とはいえそれも仕方ないことだよな。女を落とすために使う以上、中途半端な広さではいけない。正直一人暮らしで 1LDK は広すぎる気もするが、このくらいでないと効果は薄いだろう。年収の約3割が税金に消え、残りの4割が家賃に消える生活だ。ま、別に払い続けられるだろうさ。なんせ俺の年収は1000万だ。中小企業じゃあるまいし、大手商社が潰れることはまずありえない。だからこれからも毎年毎年年収1000万円の収入が入ってくる。ひょっとしたら大出世して年収が一気に上がるかもしれないしな。こういうポジティブさは成功者には必須だろうな。当然のようにタワマンに住み始めてからさらにモテるようになった。いい女を調達してはタワマンを餌にして家に連れ込み好き放題していた。多少固いことを言う女でも実際にこの部屋に入れば一気に態度が軟化する。明日は仕事か。まあこのタワマンは会社にも近いしまだ遊べるな。毎朝満員電車に乗って1時間以上もいられるサラリーマンとか大変だよな。早く起きてあんなぎゅうぎゅう詰めでさ。最近の悩みは遊びたい時にいい女が見つからないことがあることだ。5
合コンだと外れの女も多いし、かなりの時間が無駄になる。コリドー街でのナンパも必ずしも可愛い子が釣れるとは限らない。成功率以前にそもそも外れの女ばかりがうろついている日もあるからだ。それに入社したての後輩もコリドー街で遊ぶので鉢合わせするのが嫌だというのもある。後輩と同じ遊びをしているとプライドが傷つくのだ。もうワンランク上の女を狙わないとな。年収1000万円だから余裕だろ。よし、これからは高級ラウンジやキャバクラ、ギャラ飲みアプリで顔とスタイルがある程度保証された女と遊ぶことにするぜ。遊び場をコリドー街から高級ラウンジやキャバクラに移しても相変わらず俺はモテモテだった。支払いはこれで。かしこまりました。会計はもちろんクレジットカードのリボ払い。自慢の年会費3万円のプラチナカードだ。空港のラウンジも使い放題で便利だし、女受けもいい。プラチナカードをさりげなく、それでいてしっかりと女に見えるように店員に渡すのがコツだ。プラチナカードはゴールドカードの上位に当たるカードで、持っているやつは少ない。一流商社は金融機関からの評価が高いのも良かった。クレカ利用の多い俺はカードの限度額も引き上げてあった。俺は会計を気にせず遊びまくった。釣った女の視線もある会計時にちまちまと気にするのはダサいからだ。港区で羽振りよく遊んでいたが、経営者が派手に飲んでいるのを横目に見て越えられない壁を感じた。その壁は俺のような雇われたサラリーマンと雇う側の経営者の壁だ。年収1000万程度では港区界隈で幅を利かせることができない現実にぶち当たった。悪いことは続く。調子に乗っていたらいつの間にか多額のカード請求で返済が苦しくなっていたのだ。学生時代に遊べなかった分、今それを取り戻そうとしていたが、派手な生活も長くは続かなかった。上限を引き上げたカードの限度額がアダになった。こんなの払えるわけねえ。俺は今までのような遊びはできなくなり、借金を返すだけの灰色の日々を送っている。当然高級タワーマンションから家賃の低い地方の賃貸へ引っ越すことになった。時間をかけての電車通勤、かつてバカにした雑多なサラリーマンたちと電車に揺られる毎日だ。そんな年収1000万円なのに貧乏なんてありかよ。高年収なのに経済的に破綻するなんて。貯金はない。財産になるようなものはない。タワマンは賃貸だったし、収入のほとんどは女と遊ぶことに費やしたため、手元に財産になるようなものなど残っていなかったのだ。金がなければ女も釣れない。いくら一流商社勤務とはいえ、借金まみれでろくにデートもできない男を選ぶ女はいないのだ。せっかく手に入れたモテるという自信も失ってしまった。俺は自己破産することにした。年収1000万円のこの俺がだ。信じられない話だった。借金は相当やばい金額だった。裁判所で支払いが不可能と判断され、提出した破産申立書が認められたほどだ。年収1000万円の俺が自己破産かよ。なんで、どうして、一体全体なんでこんなことに。自分の身に起こったことなのに未だに信じられない。信じたくない。ここまで見たお主らは見込みがある。チャンネル登録をしていくがよい。